水郷つくばの蓮根は、この霞ヶ浦の本当の豊富な水を利用することと、あと、まあ、周辺の土壌が皆さんの努力で肥沃になってきております。そういう関係で柔らかくて美味しいという評価を得てます。夏場なんか太陽の光でも相当の体力を消耗します。そういう中で堆肥を引いたり船に乗せて引いて入れたりっていう作業をしてます。若い人たちを育てて後を継いでもらえるような部会としてもそうですし、各個人個人の家庭でそういう蓮根として経営できるような環境、そういうのを考えていきたいと思います。蓮根に笑ってますね。一年一年もっといい蓮根を作れ、もっといい蓮根を作れと。霞ヶ浦の豊富な水資源と肥沃な土壌のおかげで JA の蓮根は白くて柔らかくてシャキシャキとした食感が特徴の蓮根です。みんなで安心安全な蓮根を作っておりますので、どうぞ消費者の皆様よろしくお願いいたします。